1月21日土曜日、今日 BB さんはここ、横浜市中町、ブルーラインの中町台駅の近くの原発さんで玉の光さんの日本酒試飲会のゲストで歌いました。原発さんです。玉の光さんのこれ掲げつつ、お店を座敷から映してますよ。あの、襖の向こうにもぐるっと待ってあるんですけど、もうちょっとこんなこんなで玉の光さんとっても美味しくて、 BB さんに酔っ払って帰れないかもしれません。嘘です。ありがとうございました。で、5回目のご登場となります、京都伏見より玉の光酒造、坂本敦史常務執行役員営業本部長兼東京支店長でございます。今日はどうもありがとうございます。毎年1月はですね、玉の光の大会をやって、新春といえば原発で玉の光の定番になっております。で、今日はですね、玉の光のお酒8種類と原発のスペシャルコースをお楽しみいただけたらと思います。そして今日ですね、スペシャルゲストといたしまして、ハードロック流しの BB さん、1994年の日本レコード大賞新人賞を受賞した歌手でございます。どうぞよろしくお願いします。で、現場では去年から共演したアーティストの方を、ね、お呼びしまして、BB さんも今回で、3回目のご登場となります。はい、ありがとうございます。後で、そのコーナーがありますので、お楽しみくださいませ。じゃあ、坂本さんからご挨拶をお願いいたします。はい。お会いしている方々もいらっしゃると思うんですが、改めまして、玉の光酒造の、坂本です。よろしくお願いいたします。お願いします。蔵の説明書って何ですか。実は今年350周年という節目の年を迎えまして、創業1673年で今年2023年ということで、記念すべき年ということで、その年に合わせて今いろいろと施策を打ってまして、一つは去年もあったかもしれないですけど、オーガニックっていうことでちょっとオーガニックの日本酒を今日お持ちしてますので、無農薬のお酒で、今調達量もかなり増やしていってますので、そういったのもちょっとご体感いただければなと思います。それと今回は間に合わなかったんですけど、おそらく来年にスパークリングが発売できるようになりまして、工場をちょっと竣工してですね、そういったことも計画しておりますので、また来年も引き続き、ご参加いただければなと思っております。できる限りこうアイテム変えて提供していきたいと思います。ちょっと変わった銀風のお酒なんかもありますので、ぜひお楽しみください。よろしくお願いいたします。じゃあ、ビビさん、一言お願いします。今登った方がいいですね。原発さん、明けましておめでとうございます。皆さんも明けましておめでとうございます。11月なので、今年もよろしくお願いします。見るからにお酒好きそうなロックシンガーです。あとで皆さんによかったらリクエストを募って歌わせていただきますので、今日はいっぱい楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、乾杯酒をお手にするんですけれども、最初は祝いというお酒でございます。じゃあ、坂本さん。はい、ありがとうございます。下方がいい。じゃあ、準備していただいて、はい、はい、お手にしますので。去年も乾杯茶使わせてもらったんですけど、京都さんの祝いで作った純米吟醸です。で、実は去年と違ってですね、今年酵母を変えまして、京都産の京のこと酵母っていう、今まで9号を使ってたんですけど、酵母変えておりますので、ちょっと去年と違う味わいをお楽しみいただけるかなと思います。去年より香りが
ちょっとあるなっていう感じになってますので、ちょっとまあ、味覚えてないかもしれませんが、ちょっと違ったよっていうことも含めてご体感いただければと思います。はい、じゃあお次、はい、めちゃくちゃ綺麗な、豪華だと、はい、なんか豪華な金色で、純米大吟醸の手法っていうので、まあ、低価格の純米大吟醸として、もう発売して 5,6 年は経ってるんですけども、ワイングラスで美味しい日本酒アワードっていうのを去年金賞を取りまして、食中酒でありながらも、まあ、大吟醸でこう華やかな感じも味わえるっていうので、ちょっとお刺身に合わせるようにご用意しております。お次しますので、普通のおチョコの方にお付けさせてもらいます。ありがとうございます。絶対全部美味しい。いやそうですね、私なんか玉の光さん、どっちも美味しい。こんにちは。みんな美味しい。これおかわり、うん、おかわりのはこれ、こっちでいいんじゃないですか。これなんかいいですよね。どうでした、新しい料理も入ったから、料理もレパートリーが増えてくる。デコサート認証とかで、まあ、アメリカとか EU の有機認証も取ってかけたり、で、お米がおまちで、岡山県の酒造公的米で、おそらくおまちのオーガニックをやってるっていうとなかなかないと思います。でうち今山田をやってて、第2弾で大町やって、その次にあと岩井と銀風と、4種類ほどちょっと酒造漬け米揃えていく予定なので、まずはちょっとご体感いただければ。で、味の特徴なんですけど、普通の観光栽培のお米と比べると、タンパク雑味になるタンパク質の含有量が 5% から 7% ぐらい少なくなるっていう特徴があって、なんでおまちなんですけど、へーって思うぐらいすっきりしてます。ちょっとそういうそのオーガニックらしさっていうのもちょっとご体感いただければなと思いますので、レベル変わりましたよ、はい、なんで前回の黄緑のやつが山田だったんですよ。あ、で今回おまちなんで別商品で、はい、去年の9月から新しく新発売した商品になります。はい、これはどっちか、はい、すごい、これさっきの2番目のやつ、はい、これもなんかすごい水を感じる。あ、でこれは岡山県産の樹脂町、そうですね、はい、その契約栽培のところを有機栽培に指定しているんですか。ね、正確には、まあ、新しいそのオーガニックをやってくれる農家さんを開拓したっていうか。あ、岡山どこですか。これ藤田って呼ばれる、こうちょっと岡山市から南の方なんですけど。あ、南側ですか。はい、もともと藤田湖っていうその湖のあったところを干拓してできた新しい場所のところの農家さんにお願いしたんですよ。じゃあ瀬戸内に近い方なんだ。そうです、そうです。で、そこなんですかね、もう赤岩の方とかだと、赤岩の内陸ですからね、はい、だともうなんかこういうオーガニックをつける場所がないんですよね。やっぱ農薬の関係で近くでこうやってるとみんなダメなので。そうでしょうね。はい、で今富士山の南の方っていうのが割とこう野菜とかそっちの方でオーガニック結構作っていらっしゃる地域農家の方が多くて、はい、でその有機生姜を作ってたところをそのうまく田んぼに変えていただいて、はい、そこを田んぼに変えていただいて、まあ移行期間なく、うん、そのまま栽培ができたっていう。じゃあ、お米としてもなかなかまだこなれてないって感じですかね。いや、もともとお米も作ってる農家さんが、そこは大丈夫なんですけど、ただ本当にうまくできて、量もちょっと我々の予定してた量よりも多く取れちゃうぐらい、うまくいったの非常に良かった。へぇ、はい、で何しかないんですか。藤田、しょうがなく藤田地区です。はい、はい、どんどん脂肪分がくるんだけども、一人じゃ飲みきれないじゃん。そうですよね。限定 の, 商品をちょっとお持ちしたんですけど、ね、銀風っていう北海道のお米の、絞りたてっていう、まあ、北海道の季節商品で展開してるやつをちょっと今日特別にお持ちさせてもらいました。北海道限定。玉の光の売り上げの1割が北海道でして。へぇ、そうなんですね。北海道の人気が高くてですね。1割ってすごいですね。北の方に、なんか北
北の人の舌の味に札幌にだから支店もあるんじゃないですか。やっぱり内地のお酒っていうのがすごく昔から評価が北海道高くて、しかも京都だからな、はい、やっぱり憧れというのもあったのか、北海道はすごくファンの方が多い地域でして、で、まあ、定番の銀風っていうのもあるんですけど、絞りたてっていう季節商品、あと、まあ、今度今年から冷やおろしなんかも始める予定で、ちょっと力を今入れていく予定でおりますので、で、さらに今ちょっとこれ実は旭川市産って市指定で買ってまして、で、旭川 JA の旭川さんと連携して今度オーガニックの銀風を作るっていうので、ちょっと今そういうちょっとことも今後のグリーンのことも視野に入れながら今取り組んでる最中ということで、その絞り出せることがございますので、はい、で、初めましての方もいるので軽く自己紹介がてらの曲をからいきたいと思います。で、その後よければリクエストしていただければって感じです。94年に、TBS 系ドラマ毎度ごめんなさいというドラマで主題歌を出していただき新人賞いただきました。 DB で、で、まあ、芸能界5年いた中の最後の1年、泉洋という名前に、まあ、移籍して、まあ、いろいろそういう事情で、で、全世界で見てもらってる「るろうに剣心」っていうアニメのエンディングを一曲「泉をダメ」って曲なんですけど歌わせてもらったんで、それワンコーラスずつ歌ってからのでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。昔ながらの作り方の一つで、ヤマハイ仕込みというのがあるんですけど、その、まあ、うちの、ヤマハイで作った仕込みのお酒です。これは冷やじゃなくて常温ということにがおすすめなんです。常温で提供させてもらっています。2017年の神崎コンテストで最高金賞を取ってまして、なんで、まあ、おかんもちょっと後でつけますんで、おかんもちょっとご体感いただければなと。思います。とりあえずまずは常温でということで、これ自体は去年の仕込みですか。これ自体はそうですね、はい、2022BBI ですね、はい、ということで、はい、で一応今年からまあ、ヤマハイから木本にちょっとレベルアップをする予定で、ちょっとヤマハイとして出すのは多分これが最後、はい、はい、になると思います。はい、かけは元が山田錦で、かけは日本バレっていう形で日本バレ、はい、使ってます。はい、よろしくお願いします。あ、これはもう割と濃純なお酒なのでおチョコがおすすめで、はい、もうあれはもう歯入れやってると生地がないので、一応もうドリルで、あ、ドリルで、はい、あ、じゃあ秋田県の地元に近いんだ、はい、こういうのが出すこれ美味しいと思う。そういう感じなんですね。これは美味しい。これが最後です。ヤマハイとしての方はこれが最後です。式の絞り立て。で、これは有機ジャスの認定は取ってないんですけど、有機肥料栽培、ミヤマニシキを使って、さっきのグリーンの、お町なんかよりは本生なんで味は結構しっかりしてますので、ちょっと太巻きに合わせてみようかなということでご提案させてもらいました。絞りたてね、はい、宮は京都さんで、これ滋賀県さん、滋賀県の宮は、はい、珍しいですね。伊吹山のふもとぐらい、あ、珍しいですね。関ヶ原とかの、まあ、近い米原って言ったら分かりやすいかね、はい、のお米を使っております。はい、あ、知ってもちょっと、ワイングラスか、まあ、レシピなんで、グラスの方からお願いします。お父さんとデザートに合わせるお酒は去年も出しましたけど、タマっていうワイン酵母仕込みのお酒になります。ワイン酵母仕込みで仕込んでるとですね、アルコール度数もワインと一緒で13度、まあ、そうですね、12度ですね、はい、ですね、日本酒度って呼ばれる値がマイナス25、酸が 2.8 っていう、値のお酒なので、まあ、ちょっと甘酸っぱいタイプの日本酒になりますので、まあ、ちょっとデザートに合わせてお召し上がりいただければなと、思います。ちなみに、
記憶が正しければ、2020年の記憶が正しければの、セミナリーズ世界ワインコンクールって女性だけが審査員をする、ワインコンクールで金賞を取りました。女性の、はい、っていうお酒になります。はい、ね、今後のインフォメーションさせていただきます。次回なんですけども、2月の18日の土曜日6時30分より、毎年恒例の兵庫県姫路市より本田商店の本田隆介社長をお招きしての会でございます。でこの時はゲストはおなじみの津軽染戦争者の若手さんがいらっしゃいます。そして3月の18日土曜日、三重県の滝郡より小杉を醸す川部醸造の河合社長と蔵人の森下さんが来ていただきます。この時はギタリストの植木さんと横山さんが来てくださいます。そして4月22日土曜日、昨年に続きまして岐阜県の加賀原市より林本店の林理恵子社長をお招きしての会でございます。この時はまた BB さんに来ていただきますので、すごい美人な社長ですので、 BB さんとのコラボで非常に華やかな会になるんじゃないかなというふうに思っております。また5月以降も決まり次第 Facebook、Instagram などで告知をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは坂本さんに続いての言葉をお願いします。はい、本当にお酒の会いろいろやらせてもらってますけど、これだけの種類が出るお料理に一品お酒つけていくって会はなかなかなくてですね、説明の違いもあって私にとっても非常にいい会だったかなと思います。玉の光いろんなところでもデパートをはじめスーパーとかいろんなところで見てるとちょこちょこ見たりしますので、ぜひその時にお買い求めいただければ幸いでございます。また多分来年も1月にあると思いますので、また次回はスパークリングをご提供できるようになので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いつもだったらじゃんけん大会で景品贈呈もやってたんですが、今日は坂本さんから全員にお土産がございますので、ありがとうございます。受け取ってくださいね。手法の、300ミリと塗りますミニの塗りますを1個すごい、ありがとうございます。皆さん結構たくさん飲まれると思いますので、当時お気をつけてお土産を忘れずに受け取ってお帰りいただいてます。本当にどうもありがとうございました。ここにまだ開いてないお酒。君が昔男だったというただそれだけのことで受け入れられず頭で差別し普通の人に見れなかった。君の気持ち一切無視、僕はまた一人被害者意識でおどけてみせるその笑顔こと心も深く傷つけ、何も悪いことなんてしてないよ言ってやれなかった。誰かのため自分を隠さず生きようとしていた君なのに、愛する先に探していた。きっと僕らはどんな姿形で生まれてきていても愛し合っていいのに、男とか女とか決して小さなことなんかじゃない。だからもっと大きな愛で、あるがままに生きたいと心が叫ぶその想いなら、道なき道でも進まれると、間違いじゃない瞳が期待した僕に愛のように。正直僕は自身の過去ひた隠し今まで生きてきた。奴隷扱い逆らえないまま差し出したあれは何のため、誰にも言えない変えられない何かのせいにするしかない。仕方ないと諦めた僕が普通の人じゃない。
誰一人として守っていない。好きなものは好きと持てる声をフルボリュームにして歌い続けてゆけたら、男とか女とか決して小さなことなんかじゃない。だからもっと大きな愛で、あるがままに生きると心が決めたその想い。愛の奇跡が上がっていたってやっと気づいたんだ。あるがままに生きてこ、命がくれたその意味へ。さあ道なき道だって見えてるんだ。 Wow、 間違いじゃない人こと、今ならちゃんと言えるのに。僕はやっぱり君が好きなんだ、君だから好きなんだ。